先輩たちが先にいなくなったせいで航空部隊の要を担当しました。妹と先輩たち以上頑張ったのに、なぜか弱い印象がついちゃって。改めまして、獣王艦隊の被害担当昇格です。よろしくお願いしますね。昇格と指揮官の親密な関係でここまで幸せな思い出をたくさん作ってきました。これからは新しい目標に向けて再出発といたしましょうか。今のは冗談ではなく本気ですよ。ふつつか者ですがよろしくお願いします。おかえりなさい指揮官。少し別行動をしていただけなのに、私のことがすごく恋しくなったようですね。もちろん私も同じですよ。指揮官？指揮官？もう今日の予定の話をしているのに、もしかして私に見惚れちゃったんですか？気に入ってくださったならもっとじっくり見ていただいても構いませんよ。新しいお菓子を作ってみましたけど、後で少し食べてみます？今回はかなり自信がありますよ。だって私真面目に修行してきましたから。ずっと指揮官に見つめられていると、やっぱり幸せを感じますね。指揮官、一曲奏でさせてください。それも、新しい関係になった昇格が捧げる恋の音色。いかがですか？指揮官、ここでの用が終わったら赤木先輩の様子でも見に行きます。お団子が好きと聞いたので差し入れでもしようかと思いまして。今度は指揮官が昇格の体をこねこねもみもみしたいのですか？お優しいです。指揮官が楽しみにしていたこと全力で叶えさせていただきますよ。もう指揮官との穏やかな時間をもっと楽しみたいのは私もですが、任務をこなすのを忘れないでくださいね。任務が完了しました。指揮官は相変わらず頼りになりますね。本部から艦隊決戦作戦を決行ってメールが。今のは冗談ですよ。おかえりなさい。具合はいかがですか？昇格がもみもみこねこねした方がいいですか？あら、せっかく積極的になろうとしているのにまだ慣れないのですか？指揮官が
赤城先輩に刺される未来が見えます。妹とあの一番厳しい2年間を乗り越えたけど、あの先輩たちにもっと頑張ってほしかったですね。先輩への不満？ええ、ありますとも。あの状況を作り出しておいて、めかけの子にだって物を言う資格があるでしょ。聞いてください、指揮官。先輩たちはずるいんです。もうすぐで追い越せそうなのに、またすぐずっと上に行って、もう本当にずるいんです。ああ、最初は肩を貸してほしかっただけなのに、もう指揮官から離れられない昇格になっちゃいました。でもこれからは毎日こうやって一緒にいられると思うと、報われて大団円って気持ちですね。丸子計画のために委託の遂行も必要ですね。これで髄核をもっとうまく守れますね。完成されし聖騎空母昇格参る。指揮官の誇らしい勝利、昇格にとっても誇らしい活躍でしたよ。先輩方に笑われちゃいますね。指揮官ごめんなさい。少しフォローを入れてもらえますか？お姉ちゃん特権です。反対側に注水、急いで。この笛の奏でる調べは鎮魂曲にあらず。五光線昇格、これからはずっとあなたのそばに。